ぴょん。はい、皆さんこんにちは、元気なおじです、フライングマン。はい、そんなわけでね、今日は8月10日土曜日、時刻の方は16時53分です。さあ、そんなわけでね、フライン。はい、そんなわけでね、今充電がね終わりました。充電が終わると、ランプが消えます。で、充電中は赤なんだけど、充電が終わると緑になるから、ほら見える、ほらね、緑色で充電が終わりましたということです。さあ、そんなわけでね、ロデム、この軽いフライグマの代わりにロデムをね、ちょっとくっつけて飛ばしてみようと思います。こんなもんでいいかな。よっ、ね、はい、まずロデムをね、縛って、これ後ろからいいかな、これ逆にした方がいいかな、まあこ、まあまあ、一応前向きでやっとくか。重心がね、バランスが大事かな。これそうだね、重心がすげえ大事だね、これね。ちょっと思いつきでやるには、これ逆の方がいいのかな。で、ロデムの下でやったら、ちょっとまあでも一応まあやってみるか。よいしょ。重心が命よ、多分。まあちょっと、まあまっすぐはちょっと無理かな。ちょ、重心はちょっとあれかもしれないけど、まあ一応こんな感じでね、G の最初の理想のね形でちょっとやってみました。さあ、じゃあロデムが実際ね、飛べるかどうかを、ちょっと検証してみたいと思います。いや、飛んだら嬉しいけどな。ロデムが飛んだガガオーって感じでね。じゃあちょっと これぐらいでいけるかな、なんとなくわかる、ロデムね。じゃあここロデムね、オンにして、で、いやー、斜めってるけどな。ブーンって言ってるけどね。さあ、さあ、ロデム飛ぶんだ。さあ、行くぜ、いよっ。うわー、ちょっと待って、ロデムちょっと重たかった、ロデムごめんよ。じゃあもう一回、なんとか気合で乗り越えてくれ。さあ、ロデムもう一回行くぞ。ブーン、ロデムね、一応ね、ほら、ブーン、気合入れてね、待ってるよ、ブーンしてね。さあ、ロデム行くぞ、飛ぶぞ、ほっ。ってことで、ちょっとロデムね、前のめりなんで、ちょっと待ってね。ロデムちょっとね、前が重いから、もうちょっとこれ重心を前に持っておかないとあれか。前にこういっちゃうってことは重いんだから、こいつをこう持ってくればいいのか。はい、じゃあね、ちょっと重心をね、ちょっと変更してみました。よいしょ。さあ、ロデム、行くぞ。ちょっと斜めってるけど、あ、だんだんなんかちょっと、これこっち向いて、ちょっと、やばそうな感じになってきたけどね。
ちょっとね、飛ぶ前からね、ちょっとね、やばそうなんだけどね、大丈夫かな、これ。まあ一応ね、チャレンジすることに意義があるね。さあ、ロデモ行くぜ。止め。うおおおおおお。一応、ちょっと、飛距離、ね、50センチぐらいは、飛んだね、今ね。うん。これは明らかに飛んだと言えるでしょう。一応50センチ飛んだぞ。ちょっとね、もうワンチャレンジしてみる？よいしょっと。はい、じゃあもうワンチャレンジね、行きましょう。よいしょ。はい、行くよ。ちょ、もう一回行く。はい。いくぜ、はっ。いやー、ロデム無理だったか。ということで、ロデムを飛ばすというのはちょっと実現できそうもありません。重さ制限がね、ダメだったようです。残念でしたね。そんなわけで、ロデムは撃沈というのが今回の結論でございます。まあね、まあなんとなく重いから無理かなとは思ってはいたんだけどね。うん、まあ、ダメ元だからね、こういうのはね。うん、ということで、引き続きまして、軽いもの。軽いやついきまーす。テレテテレテーテテテテー。はい、予告通りね、フチコさん行きましょう。フチコさんね、フチコさん、よいしょっと、ね、こんな感じでね。はい、フチコさん、こんな感じでね。チュルチュチュルチュー。まあこれだったらね、もうフチコさんだったらもう余裕のやっちゃうでしょ。よいしょっとね。よし。さあ、これ発信するときちょっとね、どうやって発信するかなんだよな。これね、垂直に置けねえからね、どうやっておこうか。まあなんとかなるか。よし、まあなんとかなるさ。あー、ちょっと思ったよりうまくいかないかな。よいしょ。これでよし、これでなんとかいいかな。ルーターでね、固定しました。で、ちょっと待って、フチコさん飛んだんだけど、ちょっと待って、みんなに見せられないよ。ちょ、あのね、ちょっと待って、フチコさん軽いからちゃんと飛んだんだけど、ちょっと待ってね、ここら辺で撮影しないと無理だよ。フチコさんはしっかり飛びます。フチコさんの発射台、マジでフチコさんの発射台、よいしょ。もうあの一気にやらないとダメなんだよ、フチコさんの発射台ね。一気に飛べ、よいしょ、ほら、おいで。あー、ちょっとフチコさん
フチコが引っかかったんで、ちょっとおじいなんじゃ、足でちょっとね、フチコさんを固定して、で、これならいいか、これでいくよ。はっ。はっ。でも、フチコ、あ、ちょっと、あ、バッテリーかな、もう。よし、ちょっとみんなにせめてね、華麗に飛ぶところをちょっと皆さんにね見せたいよね。フチコさんが華麗に飛ぶところをね、ちょっとお見せしたいので、はい、行くよ。じゃあ皆さんね、はい、フチコさんがね、フチコさん行きます。せーの、ほっ。はい、フチコさん飛んでます。飛びます。フチコさん飛んでます。はい、フチコさん飛んでます。あ、フチコさんこっち来て。あ、逆だ。前と後ろが逆にくっついてるから。よし、ね、フチコが飛んだ。ぴょぴょー、まだバッテリーある。さあ、フチコが飛んだ、フチコが飛んだ。よし、おーさあ、ね、どっちが前なんだろうな、これ。ここ、あ、逆か。あー、どっちが、どっちが、ちょっと、あそこの方行ってた。これ、逆だった。もう、前後がわかんねえんだよ。あー、もう逆か、これ。これね、フチコさんがこっち向いててくれれば、ね、ほんとね、思ったようにコントロールいかない。あの、横向いちゃうと、もうこう飛んでるとさ、どっちが前か後ろか分かんないんだよ。だから顔が見れる方が前かなと思っちゃうんだけどね。そうもうまくいかないんだね。ま、もう一回ぐらいいけるかな。あ、もう無理かな。あ、もうバッテリーねえか。あ、もう一回いけるかな。無理かな。いけるかな。いけよ。なんかすげえ弱いんだけど、いけたらラッキー。せーの、フチコ止め。おっ、あー、無理だ。もうバッテリーがない。はい、そういうことだよね。ロデモはちょっと残念だったんだけど、フチコさんはね、かろうじて飛ばすことができましたね。フライングマンならぬね、フライングガールね、大成功です。そんなわけでね、僕も私もやってみたいなと思う方はね、この元気なうちのこの動画のね、この説明欄にね、フライングマンね、フライングガールのねリンクがあるのでね、ジャンプしてゲットしてくださいね。おじいと同じようにやればね、フチコさん飛ばすことができますね。はい、アイディア次第でいろんなものを飛ばすことができるよ。そんなわけでね、おじいのチャレンジでした。いやー、暇つぶしになった方はね、グダグダ押してください。はい、じゃあね、バイバーイ。楽しかった。フチコさーん。